札幌市立幌南小学校は、北海道札幌市中央区にある公立小学校。校門前にある2本の神樹の木は、開校時に地元の有志によって植樹されたもので、同校のシンボルとなっている。開校、周年ごとに、中、高学年の児童に配布される、郷土学習副特本も、楽しく学ぶ新宿子と命名されている。児童数は2008年現在512名。 札幌市教育委員会の事業である札幌市学校図書館地域開放事業の指定校となっている。校章は柏の葉三枚と柏の実三個で正三角形を形成し、その中央に南の文字を配する。幌南小学校が立地する札幌市の山花地区にはかつて住民たちがお声がかりの柏と呼び、地域のシンボルとしていた柏の巨木が存在した。 これは1881年に明治天皇が北海道開拓視察で当地に立ち寄った際にこの立派な木に目を留めその名を尋ねたことに由来する。現在でも柏をデザインした交渉は継承されているものの同行のホームページでは由来となったお声がかりの柏との関連には触れられていない。現在、交渉の表す意味については以下のように説明されている。 札幌市中央区南21条に5丁目1、お声がかりの柏は隣接する札幌市立、柏中学校の校名や校章にも使用されている。旧校舎自体は南20条だった。ありがとうございます。